everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。11月2日火曜日午後10時になりました。ダンサーズスタジオからキウナ名古屋をお送りいたします。今日ね、オープニングでなんか喋ること考えようかなと思ったんですけどもね、ちょっとね、体が疲れすぎてね、頭が回ってませんので、今日は簡単に、滑り王子マスクマンです。はい。先週のハロウィンウィークの、ドラキュラの仮装したんですけど、このドラキュラマント、どうしたらいいんだろうって考えてる味噌煮込みスキーと、先週のですね、仮装ですけども、ウォーリーではなくて、やっぱり新平ちゃんでした。ダンサーズです。新平ちゃんわかるかな、みんな。ねえ。ね。はい。こんな3人がお届けします。今週のテーマは、キッチン、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 チン。今週のテーマは、キッチンです。メールアドレスは、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリ、またはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。名古屋は栄養コーナーは今週はお休みして、先週のプレゼントの当選者発表いたします。この番組は、高級木材のご用名は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、名古屋で一番綺麗なシェアハウス、入居者募集中、名古屋熱田トッペロン、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、沖縄のメニーモ丸焼き、誠餅店、アートワークウェブサイト、FMJG、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、メールご紹介したいと思います。はい。ですね、先週ね、ごめんなさいね、テーマでのね、歯磨き全然読めなかったもんですからね。はい、今週どんどん紹介していきましょう。どんどん読んでいきますよ。はい。はい、おばあからもらったプライベートジェットさんからです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。テーマ、歯磨き。歯磨きは、電動歯ブラシを使用しています。なんとなく、手で磨くより、綺麗になっている気がするんですが、実際にはどうなんでしょうね。プラスして、時々思い出したように、歯間ブラシを併用しています。本当は定期的に使用した方が良いのかと思いますが、どうも忘れがちですね。皆さんは電動歯ブラシ使っていますか？ということでございます。もしね、使わないですね。電動歯ブラシ、私使おうとしたんですけど、なんかやっぱり、なんか合わなかったからやめましたね。なんかね、自分の手の方がね、まあ、その強弱がね、昔はね、おじね、強くやりすぎててね、健康なね、歯茎でもね、血が出てたぐらいですけど、歯医者さんに怒られましてね、軽くマッサージするようにしなさい。磨きすぎもね、よくないんですよね。だけどね、よく言われるのは、定期的にね、歯医者さんがね、うちに来なさい。はい、ちゃんと掃除してあげるからって言われますけどね。あら、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では、読みますね。はい。フルムン新一さんからです。ありがとうございます。ございます。歯磨き。半年ほど前、奥歯と歯茎が痛くなったので、歯医者に行こうと思ったのですが、その前に試しに歯ブラシと歯磨き剤を別のものに一新しました。すると、嘘のように痛みが収まりました。特に歯ブラシは以前のものと違い、毛が細く柔らかいものに切り替えたのですが、歯の奥まで
毛先が入り込むような感じがして効果が実感でき、すごく良い経験をしました。皆さんおすすめの歯磨き用具があれば教えてください。やっぱりね、用具というかね、自分の指ですね。うん、ね、言われたんですよね。やっぱり自分の指の、腹でですね、こうマッサージするように、こう歯茎を、こう洗ってくださいとかね、マッサージしてくださいって言われたことがある。じゃあ私の父もね、歯茎マッサージをね、自分の指でやってます。うん。それはね、よくね、やっぱりいいんですよね。って言われますね。うん。ちなみに私は、やっぱり最近糸ようじが必需品です。うん。歯の間ってね、なんでしょう ね、小さい頃はなかったのに、やっぱりね、どんどんちょっとね、こう隙間が空いてきますね。出てきましたね。だからね、爪楊枝がね、必需品になるんですよね。そう、爪楊枝を紳士しているおじさんの気持ちが、最近わかるようになった中年の味噌煮込みです。はい、あら、あら、はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、あらまあ、ダンサーズさん、味噌さん。摩擦抵抗ゼロ、エクセレント滑り用事。こんばんはということでございますけども、シュープリームさんからです。はい、ありがとうございます。テーマ、歯磨き、このテーマで思い出しました。だいぶ前にアマゾンで電動歯ブラシを買ったことを、どこに置いたんだろう、探してます。ってことでございます。あれ、どっか行っちゃった。歯ブラシってあれじゃないですか、同じところに大体置くんじゃないですか。歯ブラシがこう立ててあるようなね、こう筒の中に皆さん入れてるとか。どうしちゃったんだろうね、うん、電動歯ブラシちょっとしばらく使ってなかった。当時ね、よくね、メガネどこに置いたかわからなくなってね、朝大変なんですけどね。でも自分で頭の上にあったりするんじゃないの。一応まだそこまでないですね。そうなんだ、うん。どっかに置くんですけどね。うん、はい、ありがとうございます。名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。歯磨き、歯ブラシは柔らかめが好きです。そして歯ブラシの時間はかなり長いです。歯を磨くより歯茎のマッサージが長くて歯ブラシは長くは持ちません。やっぱり歯茎なんですね。うん、前に歯槽膿漏になってるって言われ、奥歯がグラグラして抜かないといけないと言われたのですが、抜きたくないって断って、それから歯茎のマッサージを重点的にやり始めて1年後、歯医者に行ったら、歯医者の友人がびっくり、歯茎が生まれ変わって綺麗な健康な色になっていました。グラグラしていた奥歯の歯も復活。あれから歯磨きは歯茎マッサージを中心に頑張ってますよ。皆様もやってみてくださいね。歯茎をゴシゴシではなく歯ブラシを当てて軽くですよって。そうです。素晴らしいですね。やっぱり歯茎だ。歯茎ですね、うん。ですね。やっぱり年齢とともに、ね、やっぱりね、歯茎も弱くなってきて、でよく言われるのは、この、その歯を支える歯がある、骨があるじゃないですか。骨もこう溶けてっていうんですかね。なんだろう、しっかり支えることができないっていうことで、でもそれでもね、歯茎をマッサージして歯茎が強くなれば、その歯茎で歯を持たせるっていうことを言われましたんで、うん、だからね、やっぱりマッサージっていうのはね、大事だと思いますね。ねえ。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いてですね、はい、泉さんの特急サザンさんからです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。歯を磨くときの歯ブラシの硬さは、硬めの毛先がある歯ブラシを使っています。柔らかい歯ブラシを使うと綺麗に汚れが取れないような気がするので、硬めの歯ブラシを使っています。多分柔らかめの歯ブラシを使っても同じだと思いますけどね、ってことですけども、うん、あんまりね、硬すぎても良くないって言いますもんね。で、王子本当に若い時ね、一番硬いのでやってまして、ね、豚の毛っていうのがあったんですよ。あ、本当の豚さんの毛？はい、歯ブラシで。もうそれは本当にね、針金のように硬かったんですけど、うん、ね、私もね、サナさんのように、こう強く綺麗にね、磨きたいなと思ってやってたんですけども、あまりやりすぎると、その、歯茎を痛めてですね、それこそ、歯茎が、こう、上がってっちゃうって言われましたんで、やっぱり、こう、柔らかめとか、まあ、まだね、普通の硬さの方が、よろしいかと思うんですけどね。豚の毛に負けましたか。ええ、やられましたね。あれ、はい、ナッティナチコさんが、豚の毛？馬の毛と違うんだって。え、豚の毛がありましたね。だから、それぐらい硬かったんですよ。昔ね、本当にまだ王子が若かりし頃、うん、まだ歯茎もね、歯も強い頃でしたね。シュプリームさんが、電動歯ブラシはまだ開封の儀すらしていないお乳ですって書いてある。あら。あら、買ったのけど開けてないんだね。
使ってほしいな。それかもうあれですかね、もう使わないのメルカリですかね。あ、そうですね。あれや。ジモティもありますけどね。あ、ジモティ。ジモティもあります。ジモティ。はい。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いきますね。はい。キユ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村のフルムイカリです。ありがとうございます。ありがとうございます。歯磨きは大切ですね。遅ればせながら気づいたことは、デンタルフロスで歯と歯の間や歯茎についた汚れを取り除くことですね。年を重ねると虫歯よりも歯周病が非常に気になります。すごくわかります、うん、歯が抜けてしまったら元も子もないですよね。歯ブラシだとどうしても磨き残しが出ますよね。だからデンタルフロスおすすめです。うん、あ、でもね、ありとあらゆることをね、うん、やった方がいいのかもわからないですね、その歯茎に関してはね。デンタルフロスですよね、やっぱり、うん、そうそう。うん、あの、爪楊枝も使ったね。爪楊枝ね、爪楊枝届く、ね、ちゃんと奥まで。なかなか届かないですね、やっぱりね。うん、こう、ね、まあ、こう見えるところに詰まってるとね、恥ずかしいなっていうぐらいで。ああ、そういうことね。ね、うん、王子あれでしょ、ランチ食べた後、歯、何、爪楊枝加えながら出てくるタイプじゃない？やります、やります。やりますよ。ザ・おじさんだ、うん。今日食べたよ、みたいな。今食べたからね、みたいな。ザ・おじさんだ。ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね、はい、埼玉のゴーさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今月に入って人生初の、はい、はい、虫歯治療をしています。ああら、人生初ってすごいですね。すごいですね。やったことないです。歯医者にすごい、うん、ね、で35歳にして初めてです。うん、歯磨きはきちんとしていたのですが、4箇所虫歯があり、先週の土曜日には斜めに生えていた虫歯の親知らずをスポッと抜いてきました。は、歯医者さんには歯医者より歯並びがいいなと対価判をされました。すごい、すごいですね。これからも歯磨きをしっかりやろうと思っていますということでございます。あのね、ね、こう自然にね、生えて綺麗な方はいいんですけどね、今度ね、日ハムのね、監督をね、やられるね、新庄さんはね、もうスーパーホワイトですね。スーパーホワイトですね。もうすあそこまで白いとどうなのかな。全部描いてますから ね、あそこまでだとね、人間の歯じゃなく思いますね。沖縄大好きさんが追加して、はい、自分も固めのものを使ったことあるけど、今は柔らかめの歯ブラシ使ってます。あ、そうなんですね。やっぱり柔らかめの方が良さそうな気がしますね、もう今の年齢だとね。若い方いいかもしれないけど。年齢にもよるのかな、やっぱり。ありますよ。そうか、うん、はいはい、はい、じゃあ、はい、続きましていいですか。はい、どうぞ。はい、ゼニガタ警部さんからです。ありがとうございます。本日のテーマ歯磨きですが、ガサガサしている私は歯磨きは俗に言われている3分間歯磨きは滅多にやらないです。だからといって極端に時間が短いわけではありませんが、歯磨きのやり方も感覚的に磨いているので、時間にすると1分半から2分半ぐらいでやっています。あー、でも意外にそう、3分磨こうと思っても意外にそんなもんかもしれないですね。朝と夜の1日2回やってます。お三方は歯磨きにどれぐらい時間をかけていますかって。どうでしょうね、王子自分では長い方だと思うんですけども、測ったことがないですから、うん、ねえ、うん、意外にそんなに長くないんだろうな、うん、2分から3分ぐらいかなと思いますね。うん、私朝はもうちょっと、もうちょっと短いかもね、うん、夜はそれぐらいかもしれないけど、ね、まあその時もありますけども ね、うん、まあでも時間もそうですけど、やっぱりやり方とか質ですよね。そうそう。あれね、歯医者さんの先生にもよって、その歯磨きの仕方がね、教えてもらうやり方違うんですよね。あ、うん、なんかこう、ローリング法って言って、こう、なんか内側からこう、クリックリってやりなさいっていう方と、歯茎に当ててこう。あ、そうそうそう。歯茎になんか歯ブラシを、毛をちょっと当てながら。そうそう。で、こう、電動歯ブラシのようにこう、細かくこうやりなさいとかね。いろいろ違うんですよ。いろいろありますよね。うん、どれが正しいのかな。わからないですけどね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、続いてですね。はい。敗退名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。歯磨き粉は、フッ素がたくさん入ったのを使っています。うん、アレックスです。ありがとうございます。高級ですね。高級です。はい。歯医者に行くといつも、歯ブラシは柔らかめのを使いなさいと勧められています。だからうちはいつも柔らかめで、でもあんまり売ってないんですよね。
だから普通の硬さで歯ブラシを使うときは力を抜いて磨いています。だからやっぱり綺麗に磨けてない感じがするので、無意識に力が入っちゃうんですよね。ってことでございます。そうなんだよね。ね。うん。力入れて磨くとね、綺麗になってるようにね、気がしますもんね。ね。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一つ行きましょうか。そうですね。はい、ですね。はい。R&K のパパさんからです。ありがとうございます。はい、あ、先日はダンサーズ賞いただきました。ありがとうございました。先々週でした。先々週ですね。はい、ありがとうございます。美味しくいただこうと思っています。はい。はい。食べてください。さて、テーマ、歯磨き。もともと歯があまり丈夫ではない私。歯磨きには気をつけていて、朝昼晩もちろん、歯磨きの後のマウスウォッシュも必ずしてますね。8020運動とはよく言ったもので、自分の歯で美味しいものを食べたいですね。皆様、歯磨きにはこれが良いというような情報があったら、ぜひ教えてください。ということでございます。ね、8020、そうですね。80歳で20本残すっていうのはね。ね、80歳だったらそういればになってるってことになりますからね。ねえ、でも、自分の父は本当に20本残ってますよ。うん、あのね、やっぱりね、歯もね、遺伝みたいですね。うん、私ね、私の元々の王子がですね、歯が弱いものですからね。元々の王子ね。そしたらね、うわ、かわいそうな歯してるねってレントゲン撮った時に言われたんですよ。うん、もう歯の生え方で、こう、もう歯茎が弱いって言ってたかね、歯が弱いっていうのがわかるみたいで、うん、嘘だと思って、全然知らないところにポンと飛び込みで入って、見てもらったんです、うん。同じこと言われたんですよ。ああ、やっぱりプロはね、わかるんですよ。プロは見たらわかるみたいなんです ね、うん、ね。はい。ということで、はい、CM の後は、マスクマンショーの抽選会です。はい。キウナゴヤ。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋で一番綺麗なシェアハウス、お部屋は全室個室、プライバシーや距離感を大切にしています。気さくなオーナーがあなたのライフスタイルをサポート。お問い合わせは電話 070-2836-9168 またはトッペロンで検索。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海協和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくはまこともち店で検索。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。キウナゴヤ。はい、
王子のですね、はい、プレゼント企画でございますね。なんかテンション低いけどどうしたの、なんで、いやいや、これからですよ。はい、みんなさ、で、この王子のね、カレー臭がさ、染み込んだ T シャツが欲しいのかなと思ってさ、大丈夫かなと思ったんだけど。あ、違う？あ、違うね。はい、たくさんのね、ご応募ありがとうございました。はい、じゃあね、はい、今、ねうん、CM の間に準備をしました。なんかたくさんあるからね。はい、大丈夫かなと思ってさ、うん、どなたに。一生懸命折ってたよ。はい、どなたにね、ちょっと引いてみますよ。箱の中に入れましたので、王子どうぞ引いてください。はい、引いてみます。じゃあ、ちょっと一番下から。はい。はい。はい。いきますよ。はい。はい。はい。ご当選の方はですね。はい。埼玉のゴンさんでございまーす。おめでとうございまーす。おめでとうございまーす。埼玉のゴンさんに当たりましたー。ジャパーン。ちゃんとキーワード書いてある？いいですね。うん、滑り卵。はい、OK です。久しぶりに来ましたね。ありがとうございます。ね、ちょっと難しいかなと思ったんですけどもね。大丈夫でした。漢字までぴったりでございましたよ。バッチリですか。はい。はい、ありがとうございまーす。ありがとうございます。これで。何だったっけ商品、うん、商品はですね、はい、名古屋のソウルフードでございますね。ちょっと見せて見せて。ですね、はい。はい、お、このスガキ屋のね、なんだこれ、スープの素でございますね。あ、鍋だね。豚骨の鍋のつゆ。はい。ご飯の素ですね。はい、美味しいですよ。うん、これ美味しいんですよ。はい。ね、はい。じゃあ、はい、ね。はい、こちらお送りいたします。はい、お食べになってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。では、今週のね、テーマでいきましょうか。やっと今週のテーマですね。はい。行きましょう。はい。あ、いいですか？どうぞ。はい。泉佐野の特急サザンです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。一人暮らしをしている僕ですが、自炊が苦手でキッチンはありますが、ほとんど使いません。外食か冷凍食品なので済ますので、キッチンはほとんど使いませんね。しばらくは使わないでしょうね。ということです。あら。あら。あらねえ。うん。使ってくださいよ。使ってくださいよ。ね。うん、ツイキャスでカズボーイさんが、はい、味噌煮込み式さん、ダンサーズさん、はい、襲っても薬満さん、皆さんこんばんは。うん、なんだろう、襲っても薬満さんで。ヒゲでしょ。あ、ヒゲを襲ってもか。変換が、うん、襲ってもな、ちょっと。はい。こんばんは。こんばんは。テーマキッチン。二十歳ぐらいの時に、千葉に住んでいる時に、厨房でそれを見ながらステーキ焼いてて、フランベしたら火事になりそうだった。ほら。消えたから助かったって書いてある。フランベ危険ですね。フランベ危ないですね。危ないですね。ファイヤーじゃない。はい。よかった、火事にならなくて。はい。はい、ありがとうございます。はい。続いてですね。はい。あら、まあ、今、縁起の言い方がございますよ。うん、おですね。あ、違うな。あ、縁起いいな。縁起いいな、どうも。なんかね。R&K のパパさんからです。ああ、ね、はい、ありがとうございます。第1回目の、はい、賞当たりましたね。うん、そうですね。どうしたんでしょう。はい。今週のテーマ、キッチン。はい。家の中で、私には一番縁のない場所ですね。ほら、ほら。時々、不意にキッチンにいると、妻から、まるで自分の居場所を取られたかのように怒られています。ほら。なので、キッチンは、いてはならない場所になっています。男性の皆様、どうでしょうか？ですね、王子、勝手に入ってて、勝手に味付けしてね、よく、怒られますね、羊の皆様方にね。勝手に味付けするの？勝手に味付けするもんですよね。うん。王子の味は食べれないと言われますから。ああ、だって辛そうだもん。激辛にするでしょ？いや、それがね、ちょっと辛いのかなと思ったらとんでもないらしい。いやいやいや。お引き取りください。とんでもないらしい。ダメだよ、だって、ココイチのカレー10辛食べるんだもん。食べますね。あれ苦いですよ。香辛料の味がきつくてね。いや、うん、辛いというよりか、まあ辛いんですけど、うん、苦い感じがしますね。はい。はい。マミーラントさん。はい。ツイキャスで。味噌煮込みうどんとスガキ屋の血が流れてるラントです。あ、いやー、わかるわー。わかるわかる。激しく同意です。うん。わかりますよ。ねえ。その通りです。我々もそうですね。まあそうですね。はい。はい。はい、じゃあ読みますよ。はい、どうぞ。はい。はい。ジェニガタケーブさんからです。ありがとうございます。私が住んでいるところは関係者以外出入り禁止の寮のため、あ、寮なんですね。ガスコンロがあるキッチンはうるさい同僚が住んでいることのため、キッチンを使うことがほとんどなくて、
同僚がいないときにカップラーメンを食べるときにお湯沸かすぐらいですかねって。早く会社を辞めて真の独立がしたいですねっていうことです。ああ、そうか。寮に住んでるからやっぱりキッチンも共用なんで、うん、気を使うってことですよね。ルールが、ね、きっちりされてるんですね。そうか、うん。なるほど。はい。ありがとうございます。はい、ますみんなリアクションしてどうしたの静まり返っちゃった。いや、大変だな、うん。いや、そうですね。うん、まあ。やっぱり自由にね、台所使えないのはやっぱり大変ですよね。はい、うんうんうん。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いてですね。これはですね、シュープリムさんからですね。ありがとうございます。よく行くスーパーに、かなりの確率で、真っ赤な焼き鳥のキッチンカーがいて、煙もくもく半端ない誘惑なんですよね。うんでもスーパーに行く時間が夕方で、いつも鶏皮が売り切れで残念なんです。あら。あ、王子、キッチンといえば、〇〇にエプロンは男のロマンですよね。では、〇〇に入る言葉を教えてくださいってことなんですけども。何いや、王子がね、言うのは分かってますけど、まあ、じゃあダンサーズから。なるなる、ね、うん、〇〇にエプロンは男のロマンです。〇〇なんでしょう。裸じゃないの？ああ、裸ね。うんうん、いや、まあまあいいですよね。で、みそちゃんは、みそちゃんは？裸エプロンじゃないの？いやいや、ああ。いや、ごめんなさい。男のロマンの話してんのに。じゃあ、ちょっと、これ入れますね。何？ちょっと今ね、王子の場合は、ちょっと放送できない、放送できないちょっと言葉が浮かんじゃったんですけどね。じゃあ何？いや、放送できないんだった。放送できない、ちょっとあれだ、ちょっとなりましたんで、ちょっと抑えめに。はい、お引き取りください。これやっぱりね、これタイツにエプロンじゃないですかね。地獄を見るわよ。なんかちょっとこうエロティックじゃない？はい、ということで。エプロン全然わかんない。シュープリームさんから答えがありますんで、はい。はい、答えは素足。素足の女性って燃えますよねって。そっち？なかなかマイヤじゃないですか。あれ？えらいマイルドですね。そうなの？でもね、一般的にはやっぱメジャーな形はね、ダンサーズのね、裸にエプロンですね。はい、もうエンディングですよ。うん、シュプリームさん本気を出してください。はい。はい。エンディングでーす。エンディングでーす。はい、来週のテーマは泡エプロン、エプロン、エプロン。エプロンって何なの？バブルですよ。バブルだよ。はい、来週のテーマは泡です。この番組はアートワークウェブサイト FMJG 沖縄の紅芋丸焼き誠餅店陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライ名古屋で一番綺麗なシェアハウス入居者募集中名古屋熱田トッペロン名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓高級木材のご用名は名古屋中川名木個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさんこちらの提供でお送りいたしました。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。なんか今、王子、泡って間違えた？うん、間違えた。間違えたけど、まあいいや。サエさんが久しぶりにバトンの味噌カツ食べたいですって。はい、ということで、食べてください。はい。来週も聞いてください。閉店、ガラガラ。はい、どうぞ。今週もお聞きくださいましてありがとうございます。伊坂さん。はい。ありがとうございます。幕張の帝王さんって書いてある。はい。来週のテーマ、泡、バブルですので。はい。はい。A365 さんが考えてくださいましたテーマです。はい。はい、なんかね、ビオレって言っちゃった。もう、ベイブルって何だろう？ベイブルって何？じゃあ、ビオレって言うと思ったけど、それ違うなと思って。はい。はい、ということで、英語のな、英語の力のなさが出ました。はい、ご意見ください。だよね。また来週でーす。ありがとうございました。はい、私も聞いてねー。